つまり大砲の一撃を食らっておいて失ったのは足一本。正直驚いたな。今はどうしているんだ。かの人には我らが道具や物資を供給しておる。以来役室にて働いておられる。上様のために戦いに加わりたいみたいだったわ。けどどうやって成し遂げるつもりなのかしら、その障害で。なーに、すぐにわかる。密偵はどうであった、隼人殿。藪の御殿を見てきた。広くて守りは固い。塀で囲まれていたが、雪が中に入れるところを見つけた。頼もしいな。そういえば雪殿はどこにおるのだ。はい、お侍さん。無限よ、若い衆は実に好奇心があるの。会えて嬉しいよ、じいさん。おお、若い忍びの隼人じゃの。わしも嬉しいぞい。琢磨殿、もう準備が整いましたか。ちと体が鈍ってしもうたかの。荷物は軽く感じるわい。では作戦を話し合おう。ヤブ大名の悪行は明るみになった。影様とつながっているだけかもしれないが、拙者は奴こそが張本人だと考えておる。方法は一つしかないな。奴に近づくにはもう動いた方が良さそうだ。奴が直に我らに気づくのは間違いない。最も危険な作戦になるかもしれんな。うん、ならその心構えが欲しいの。これを一人一人に作ったんじゃよ。火縄銃か。見たこともないほど小さいが、よくできているな、じいさん。最終手段として使うんじゃ。わしの一つ目の貢献じゃ。次のは藪討伐となるじゃろう。なら俺が一緒に行くぜ。あらゆる助けが必要だろう。私も行く。ありがとう、感謝するぞい。よし、必要なことは何でも協力いたそう。では拙者は江戸へ向かう。上様へ計画をお伝えせねばなるまい。なら私も共に向かうわ。戦場以外で二人でいられるのは久しぶりになるわね。嬉しいことだ、愛子殿。では準備をさせていただこう。つまりこの三人だけで警備のきつい御殿にいる大名様に対抗するってわけか。見込みの低い作戦だな。盗まれたがってるものもあるだろうけど、その子たちのためにやるんじゃない。藪大名を倒すため。傭兵と子供、どんな物語になるんじゃろうの。以前より数が多いな。藪の挑戦ってわけか。わしが逃げたのも知っておる。奴が警戒するのも当然じゃ。鎧で武装した護衛が3人中庭にいる。正面攻撃はすべきではなさそうだ。お茶を飲んでるよね。なんだ。いい犬だ。いつも小さな島のところでお茶を飲んでるのよ。ほう、いい作戦じゃの。この薬を持ってきなさい。こいつを飲み物に少し混ぜてやるんじゃ。あの塔はどうだ。あそこから射撃できるんじゃないか。奴を外に呼び出せれば可能じゃの。
豪衛たちが奴の死を見るってこと。そしたらみんな一斉に私たちを探し始める。ならもらった火縄銃をついに使うことになりそうだな。その時まで使うのを取っておくべきじゃ。それと爆弾も持っておる。緊急の時のためにの。ほう、そいつはよかった。よし、始めよう。水のように動け。突入する。しりせっ、いや、静かに、音を立てるな。以前よりか。猫と鳥。数よりも腕だ。突入する。水のように動け。静かに。手に入れた。水のように動け。俺が敵の気をそらす。何か聞こえたぞ。幼児隠れの術。静かに。音を立てるぞ。静かにね。さあ、し足。落ち着け。突入する。宇宙だ。音を立てるな。そうだね、今行くわ。うん、ちゃんと動くわね。なかなか面白い設計じゃの。お主のものか。うん、いつも寝てるけど、ネジを巻いたらその子はとっても興奮するわ。そうなのか。どう動くか見てみたいの。後で見せてもらえんか。はい、ここにいる。いいですよ。素早い担当さばきじゃの。過酷な毎日じゃったかの。一人でいるとさ、時々誰かが襲ってくるものじゃない。そんな人にはさ、痛めつけてやるの。二度とできないほどにね。効率的な戦略じゃな。
狐が狩り中よ。静かにして。我が刃は水のように動け。あ、準備完了じゃ。うん、いい考えじゃの。いい策じゃ。うん、分かったわい。いい策じゃ。ああ、我慢くま、聞くんじゃ。行け、クマ。かわいい。お友達なの？そう言えるかの。クマ、気を引くんじゃ。気を引くんじゃ。賢い。うん、そうじゃの。クマ、止まれ。言ったな。さあ、仕事仕事。効率的な戦略じゃな。神道滅却。水のように動け。突入する。どのぐらいじゃろうか。ああ、少しの間じゃ。手元は確かじゃ。何か考えつかないと。音を立てるな。
水のように動け。静かに。上に行こう。若い力じゃの。突入する。手裏剣が使える。おう、そうじゃの。景色でも楽しまんかい？ああ、いい眺めだ。よし。何、あれ。重傷を強化せんとな。足に銃。琢磨先生が作ったんですか？隠し兵器。足元の杖が重心か。考えたな、じいさん。気に入ってくれて嬉しいわい。うん、位置についたわい。賢者は最善の道を選ぶ。行くぞ。突入する。音を立てるな。つまり書類をなくしたということか。それでは誰でも鶴山に来られてしまう。お許しください。ヤブ様の護衛も攻撃され、タクマが逃げました。愚かなやつじゃ。幕府の武官がタクマを救出させおったな。以前老いた方は我を殺そうとした。将軍がここまで来ぬのならタクマが来るであろう。貴様の無能の代償がどの程度か理解できたか。ははヤブ様、失敗いたしました。心より恥じております。この卑しい私めに切腹をさせていただけますか。ああ、いいだろう。せめて品位を持って死ぬがよい。
お前、介錯人を務めよ。ありがたき幸せ、ヨブ様。すぐに取り行え。将軍め、紙と筆を用意しろ。影様へのお手紙をお書き申し上げる。残りのものは下絵を片付けておけ。妻と茶を飲む前には終わらせろ。奴は影様ではないようだ。そのようじゃな。じゃが、されとて同じ。ヤブ大行は死ぬべきじゃよ。報復を考えてるんだろう。そう言っているようだ。ああ、晴らすべき恨みはあるの。じゃが、こう考えるんじゃ。もしここで逃がしたら、影様を支え続けるじゃろう。悪いやつね。わかってる。どうします、ハヤト先生。いいさ、復讐したいってんならな。じいさん、しようじゃないか。どちらにせよ、報酬はいただくんだ。互いの理解ができたの。行け、クマ。かわいい。お友達なの？そう、言えるかの。そうだな。超えるんじゃ。気を引くんじゃ。賢い。そうじゃの。待っているぞ。用事が来るの術。静かに。今のはなんだ。もうおしまいだ。戻らないと。悪いが何も持っていないんだ。クマ、準備完了じゃ。クマ、惑わすんじゃ。十分じゃ、クマ。クマ。仕事だ。水のようにガッ。静かに。体術。突入する。あれはなんだ。手裏剣を使おう。音。狙いは外さない。水のように動け。突入する。音を立てるな。やった。水のように動け。静かに。水のように動け。侍が門にいる。無限の力はないのじゃ。じゃがの、侍の鎧とて良い戦術からは守れんわい。どうやって登ったんだ。いいか、見つけ次第攻撃だ。足跡か。突入する。油断するな。消えちまった。やべの中を張ってる。幽霊ではないのだぞ。
者からは逃げられんぞ。捜索を打ち切って持ち場に戻れ。ここにいるはずなんだが。なんだ？静かに。気のせいだろうな。俺もそう思う。音を立てるな。水のように動け。静かに。突入する。水のように動け。いや、突入する。頂戴する。音を立てるな。水のように動け。静かに。突入する。音を立てるな。猫と鳥楽しいわね。そう、静かにね。我ながら上出来。おー、面白そうじゃん。了解。考えがあるのじゃな。いい考えじゃの。いい策じゃ。話はまだ終わっとらん。誰も気づかんわい。待つのって耐えきるわよ。あ、面白そう。簡単ね。分かったわい。いい策じゃ。景色でも楽しまんかい？いい策じゃ。賢明じゃの。クマ、聞くんじゃ。出番じゃ。そうだな。
数よりも腕だ。行かないの？そうだな。さしあし、狐が狩り中よ。しー、静かにね。今行くわ、ワナさん。素敵なメロディー。雲の巣に足を踏み入れるってね。私にもらってほしいって。静かにして。鳥の声。落ち着け、集中だ。静かに突入する。良いぞ、うん、いい考えじゃの。ああ、いい眺めだ。良いじゃ。ほう、面白そうじゃ、うん、いい考えじゃの。いい策じゃ。そうだね、狐が狩り中よ。静かに素手で十分だ。音を立てるな。行かないの？静かにして。蛇みたいに巻いてるわ。素敵なメロディー。嫌なサプライズでしょ。に潜んでいる。何でもないな。バッチリな罠ね。奴らは攻撃してるぞ。敵はまだいる。準備いいわよ。さあしあし、今行くわ。ワナさん。
メロディー行くわよ。嫌なサプライズでしょ。うん、確かにそうだな。こそこそと俺の仕事だ。我ながら上出来。鳥の声。誰かいるのか。誰かいるのか。バッチリな罠ね。攻撃されているぞ。そうだね、こそこそと。小刀さんはお休み。静かにね。今行くわ。メロディー行くわよ。簡単に。我が刃は鋭い。出てこい。手裏剣が使える。せっせっせっ。風を切る。他の者に知らせろ。準備いいわよ。そう、静かにね。小刀さんはお休み。簡単ね。抜き足。行くわよ。俺の仕事だ。こそこそと。奴らだ。くぞ。シリケン。風を切る。戦闘準備だ。されんぞ。クマ。気を引く。いやー、いい子じゃ。よくやった。うん、分かったわい。誰も気づかんわい。うん、いいか。なぞなぞかな。突入する。音を立てるな。静かに。聞いたことを何でもうろく。俺が敵の気をそらす。いつでも準備はできている。これに刀は必要ない。水のように動け。突入する。景色でも楽しまんかい。仕掛けがいっぱい。静かに。
突入する。手裏剣が使える。水のように動け。音を立てるな。水のように動け。突入する。素手で十分だ。ゆっ。水のように動け。静かに。突入する。行き道がないぞ。水のように動け。突入する。静かに。水のように動け。助けて。大声を出しますよ。突入する。行かないの？罠さん、起きてね。火薬のせいよ。雲の巣。素敵なメロディできるわよ。こそそっと。ここは立ち入り禁止だ。バッチリのようなね。攻撃してるぞ。ほう、面白そうじゃん。行け。いい爆発じゃ。浸透滅却。敵はまだ。静かに。水のように動け。突入する。これに刀は必要ない。人を撃ち。静かに。猫ととゆっくりと。罠さん、起きてね。素敵なメロディられないぞ。やめな。誰かいるのか。
ほう、面白そうじゃな。我慢じゃ。ああ、少しの間じゃ。ああ、いい眺めだ。何のことはないの。ほう、面白そうじゃの。うん、分かったわい。ああ、いい眺めだ。クマ、聞くんじゃ。クマ、行け。賢明じゃのう。ああ、少しのクマ。手元は確かじゃ。何のことはないの。赤い花じゃ。上から攻撃してるぞ。くまなく探せ。奴らを見かけたか。耳は塞いだかの。落ち着け。さあ、次は誰かの。水のように動け。近道をする必要がある。音を立てるな。静かに突入する。のように動け。突入する。あんたを置いてきた、そこだ。壁を乗り越えるのに使おうか。道はまっすぐとは限らない。俺が敵の気をそらす。なんて変な音なのかしら。確かにそうだな。何か考えつかないと。近道をする必要がある。
手裏剣を使おう。幼児隠れの術。音を立てるな。面白い音。突入する。準備いいわよ。静かにして。そうだな。ゆっくりと。小刀さん、足楽しいわね。うん。ああ良いぞ。うん、いいか。出番じゃ。どのぐらいじゃろうか。情緒あふれる景色じゃ。ここで何ができるかのう。うん、位置についたわい。今行くわ。すごく鋭いわ。簡単ね。抜き足。ワナさん、起きてね。雲の鳥の声。そうだな。誰もいらないんでしょ。蛇みたいに巻いてるわ。嫌なサプライズでしょ。メロディー。
くわよ。静かにして。狐が狩り中よ。俺は騙されんぞ。うまくいったわ。準備しろ。小刀さん、起きてよ。隠れても無駄だ。やっちまえ。ここ。こそこそと。我ながら、超罠さん、起きてね。もらうわね。うん、ちゃんと動くわね。鳥の声。メロディー、行くわよ。隠れているのか。なんだ、なんだ、継承を狙っている。行きやすい。隠れても無駄だ。ここ一帯を探すんだ。待て、何か見えるぞ。ひどいじゃ。できるわよ。楽しいわ。小刀さんはお休み。暗闇に隠れている。小刀さん、他のものに知らせろ。今行くわ。やつの上だ。静かにね。すごく鋭いわ。小刀さん、起きてよ。あ？あ、面白そう。メロディー、行くわよ。罠さん、起きてね。今行くわ。雲の巣に足を踏み入れるってね。鳥の声。なんだ？こそこそと。うまくいったわ。人殺しめ。簡単ね。鳥の声。罠さん、起きてね。雲の巣に足を踏む。素敵なメロディー。なんだ？俺の仕事だ。足足。茂みなんかカモフラージュに隠れているのか。待て。鳥の声。
ワナさん、起きてね。素敵なメロディー。雲の巣に足を踏み入れるってね。さし足。俺の仕事だ。ゆっくりと。バッチリな罠ね。暗殺者だと。静かにして、楽しいわね。ワナさん、起きてね。そう、静かにね。小刀さん、起きてよ。神刀滅却、手裏剣術。静かに。手裏剣を使おう。水のように動け。風を切る。音を立てるな。準備した。あそこに助けて。やつらへの。静かにして、こそこそと。待っても無駄だな。手裏剣が使える。音を立てるぞ。音を立てるな。何か聞こえたような。水のように動け。静かに。突入する。動くな。俺の仕事だ。神刀滅却。俺が敵の気をそらす。音を立てるな。何か聞こえたような。静かに。誰か助けて。我が刃は。俺が敵の気をそらす。静かに。何か聞こえたような。音を立てるな。水のように、はい。突入する。茂みに隠れているのか。上だ。そこだ。素敵なメロディー。神刀滅却。俺が敵の気をそらす。音を立てるな。何か聞こえたような。水のように動け。静かに。突入する。ここ。小刀さん、できるわよ。行くぞ。手裏剣術。風を切る。っ待っても無駄だな。はあ、面白そう。キツネが狩り中よ。仕事だ。水のように動け。やった。
静かに。考えがあるんだな。いいか、クマ。よし、わかっとるな。ああ、我慢じゃ。くそ、音を立てるな。突入する。音を立てるな。静かに。水のように動け。仕掛けがいっぱい。静かにして。簡単ね。足楽しいわね。今行くわ。すごく鋭いわ。いつでも準備はできている。手裏剣が使える。突入する。狙いは外さない。手に入れた。音を立てるな。
静かに。水のように動け。突入する。静かに。水のように動け。音を立てるな。突入する。音を立てるな。静かに。水のように動け。突入する。水のように動け。突入する。静かに。ながら上出来。そう、静かにね。し、静かにね。こそこそと抜き足。鳥の声。差し足。行くわよ。落ち着け。集中だ。音を立てるな。俺だ。はっ。そこで眠っていろ。そうだね。ネズミの。君なんかカモフラージュにならないぞ。待っているぞ。刀をつけ。個人的な恨みはない。突入する。静かに。水のように動け。そうだな。音を立てるな。静かに。幼児隠れの術。
剣術。そうだな。突入。水のように動け。音を立てるな。刃が血を欲しがっている。水のように手裏剣を使おう。疑惑の中にあるのは火薬か。おお、作りたての黒色火薬じゃの。いただくとしよう。ありがたい。突入する。手裏剣が使える。いや、風を切る。静かに。突入する。音を立てるな。剣術。刃が血を欲しがっている。静かに。突入する。音を立てるな。剣術。静かに。手裏剣を使おう。せいせいせい。風を切る。突入する。水のように動け。手裏剣を使おう。せっ、いや、風を切る。音を立てるな。静かに。
手裏剣を使おう。突入する。手裏剣が使える。風を切る。水のように動け。出るな。そこで止まれ。俺が始末する。静かに。水のように動け。貴様。静かにね。抜き足。我ながら上出来。そうだな。ゆっくりとこそこそと。静かにして。できるわよ。楽しいわね。鳥の声。簡単ね。静かにね。蛇みたいに前。雲の巣に足を踏み入れるってね。素敵なメロディー。今の聞こえたぞ。行くわ。バッチリな罠ね。私にも。キツネが狩り中よ。我ながら上出来。できるわよ。ゆっくりとメロディ
行くわよ。ワナさん、嫌なサプライズでしょ。うん、素敵なメロディー。俺の仕事だ。静かにね。楽しいわね。泳ぐこと魚のことし。わしはいかぬ。水は足に良くないじゃら。へへへへ。無理。こそこそと。狐が狩り中よ。浸透滅却。突入する。静かに。音を立てるな。やった。水のように動け。静かに。木枠の中にあるのは火薬か。おお、作りたての黒色火薬じゃな。いただくとしよう。ありがたい。音を立てるな。うん、誰も気づかんわい。うん、分かったわい。準備完了じゃ。誰も気づかんわい。景色でも楽しまんかい。ああ、近道を探さないじゃ。ああ、別の道がある。うん、いいか。出番じゃ。うん、いい考えじゃの。いい策じゃ。了解。クマ、よし。クマ、聞く。クマ、いいか。賢明じゃの。追い風じゃ。いい策じゃ。待っても無駄だな。水のように動け。シリケン。音を立てるな。頂戴する。静かに。突入する。
そうだな。静かに。水のように動け。突入する。静かに。水のように動け。突入する。突入する。水のように動け。無茶だ。どな犬だ。お茶が沸きました。大名様。待つのって退屈。静かにね。できるわよ。私の主張いかん。抜き足。落ち着け、集中だ。静かに。音を立てるな。水のように動け。突入する。水のように動け。静かに。突入する。
手裏剣が使える。せっ、いやっ、音を立てるな。手に入れた。静かに。終了。何だ？突入する。他の者に知らせろ。道はまっすぐとは限らない。上から攻撃するぞ。いただくぞ。何か考えつかないと。どうやって登ったんだ？ここ一帯を探すんだ。どこ？水のように動け。手裏剣、せっ、いや、水のように動け。ちょうだいす、うん、音を立てるな。よいぞ。ああ、少しの間じゃ。うん、分かったわい。景色でも楽しまんかい？賢明じゃのう。行くぞ。静かに。突入する。静かに。突入する。水のように動け。静かに。ちゃんと餌はもらったか？水のように動け。手裏剣、せっ、せっ、音を立てるな。突入する。手に入れた。静かに。音を立てるな。突入する。水のように動け。頂戴する。待っているぞ。行くぞ。待っても無駄だな。
静かに。応戦中、突入する。静かに。水のように動け。手裏剣を使って。音を立てるな。手に入れた。静かに。音を立てるな。手裏剣突入する。頂戴する。手裏剣術。せいせいせい。道がないぞ。音を立てるな。音を立てるな。突入する。静かに。水のように動け。せいせいせい。音を立てるな。やった。水のように動け。シリ君、狙いは外さない。突入する。いただくぞ。静かに。シリ君、いや。水のように動け。音を立てるな。静かに。突入する。水のように動け。道は中に人がいる。ことは限らない。便利だな。手裏剣。静かに。手に入れた。幼児隠れの術。突入する。近道をする必要がある。音を立てるぞ。お茶を望まれている。見事な犬だ。そうだな。俺が敵の気をそらす。音を立てるな。水のように動け。
そうだ。音を立てるぞ。突入する。何か考えつかないと。俺が敵の気をそらす。幼児隠れの術。音を立てるな。水のように動け。